こんにちは、上田家です。今回も30分間で上田家が語るシリーズをやっていきたいと思います、はい、で早速ストップウォッチ始まってます、はい、押しました。で今回は今回のテーマは、はい、今回のテーマは撮影でよく使う小物をご紹介していきたいと思います、はい、結構鉄板ネタのものをですねご紹介します、まあ、ここにね説明はしてたりはするんですけど、今回はまとめてねご紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速ポーさんの方から今日は行きましょう。じゃあまずはねちょっと基本的なもので、はいはい、充電カメラって充電すると思うんですけども、このタコ足がすごい便利なんですよ。最強でね。最強。旅の時は必ずこれ持っていくんですね、はい、でなぜかというと充電器ってこんな風に充電さすコンセントの部分が線になっているものと、あとはね、そうそうそう、はい、こんな風に、ね、直出しになっているものの2種類2パターンあると思うんですけども、このタイプって、これぐらいの小さな電源タップに何個もね一気にさせないんですよね。干渉し合っちゃって うまくいって2個かな。そうなんだよ ね。でも2個だけじゃね、他のものも使えないもんね。そうで、旅先行って寝てる間に1日使った電池をまとめて充電しなきゃいけないので、これが最強にね、はい、便利なんですよ。これなんて言うんだろう、タコ足くんっていうのかな、わからない。ちょっと製品名ね調べときますので、はい、枝分かれしているので、はい、ここにねこう刺して、でこっちにもあちょっとなんか刺さってる、刺して、であとは iPhone 用にしたりとか、あとはパソコン用にしたりとか、干渉せずに充電することができるので、はい、これめっちゃ便利。これは便利だね。必ず1人1本ずつ持っていくので、2つ口があればね8個最大で ね充電できますと。はい、これはね絶対に持っときたい、絶対に旅には必ず持っていくアイテムの一つでした、はい、これはね便利だね。はい、もうねちょっとカメラとはちょっとかけ離れたものになるんですが、はい、まずこれ一つ目です。一つ目ですね。はい、じゃあ次は2つ目。僕はね結構シンプルなものが今日多いですけど、ストラップご紹介しようかな。これ便利。最近よく使ってて、僕よりもねなんか生徒さんとかの方がよく使ってて気になってたものを、僕らね革好きなんですよね。そう、前回ねストラップご紹介してる動画があるので、はい、ほぼほぼね革なんですけど、やっぱり動画とかをね今並行してね撮ることが多いので結構ね外したりするんですけど、やっぱこのピークデザインがね一番便利かもしれない。そう、うん、脱着がね早い。そうなのでね、ワンタッチでもうこれ1個でねいけますし、いくつかカメラ持ってっても、うん、もうこの輪っかだけつけとけば他のものにねつけれたりとかするので。そうだよね。例えばその輪っかだけこっちにつけとけば、こっちにも行けるし、1個でもね、うん、だからねこれがねすごい便利。皆さんがね、うん、使う理由がね分かった、うん、なんかかっこいいからやってんのかなとかね最初思ってたんですよね。シートベルトみたいでかっこいいなとかって、うん、でもね実際使ってみたら、あこれ使いやすいわって思ったのがこのピークデザイン。僕らは結構この細いタイプを2本とちょっと幅広のやつをね1本持ってます。カメラの大きさとか機材によってね変えるようにしてます。あれこれ私のやつだ。これあなたのやつですこれ私はグレーで、僕はね黒黒です、はい、あれいつの間にか私のだと思って今そうするとね色で分けておくとすごく便利ですよね。あとはねやっぱ夏とか今からねどんどん暑くなってくると、皮ってねやっぱ汗かいちゃったりするとネタついたりするので、うん、洗えないしね。そうこういうちょっと乾きの良さそうなね繊維のものっていうのは良さそうだなっていうので、最近ちょっとピークデザインにねハマってきてます。なんかかなり遅いけどねそうだね波に乗るのがかなり遅かったけど、乗ったのは遅かったですけど、でもやっぱり便利なものってみんな持ってるんだなってちょっと思った。やっぱりねよく見ておいた方がいい。そうだね。で人が持ってるから、いや僕は持たないとかよりも人が持ってるから持っておいた方がいいかも。何か理由があるっていう。そうでもねデザインとその機能性っていうのをですね両立できてるのが、まあこのピークデザインかななんてねちょっと最近感じてます。はい、はい、じゃあ次は、あじゃあ確かホーさん行こうか。はい、私はマイクロホーサーズでスナップするときは、これもね前回ちょっとご紹介したんですが、これがとにかく便利なんですよ。めちゃくちゃ便利ですね。これもね何の変哲もないキャップなんですけれども、うん、マイクロホーサーズのレンズって単焦点は特にこんな風に薄型なんですよね。なのでカメラバッグにスポット入れるとこの空間ねもったいないことになっちゃう。遊んじゃいますからね。そうなんだよね。
で、このキャップがすごく便利で、こんな風に両方にねレンズをつけることができるんですよ。なので1本のように見えて、実は2本のレンズを持ち運ぶことができる、うん、これはものすごい便利だ ね。何個あるだろう、うちにこれ5個ぐらいあるのかな。いや、ないない、そんなないのかな。4つか、うん、今ちょっとここに3つしかないけど、もう1個あるね。うん、下にある。そう、これをつけると本当にリュックのスペースとかをですね活用できたり、あとはねカバンに1個だけ入れとけばね、そう、2つレンズ持ち運びができるので、これはね本当に便利。そうだね。でもフルサイズとか出てもダメなのか、でかすぎて。あ、でもそんなことないんじゃない。例えば2470とかさ、長めの、うん、ものレンズに合わせてか、そうそう、合わせて、例えば単焦点レンズを持ちたいとかさ、ニコン用 Z 用とか出してほしいな。あんのかな。ないよね、どうだろう ね。ちょっとマイクロフォーザーズでしか見たことがないかも、うん。まあ、基本マイクロフォーザーズで意味をなす製品かな。でも、うん、基本的にね、この赤いバージョンはコッタっていうところが出してるんですけども、もうこれ販売してなくって、うん、ただ UN がこれの黒バージョンを出してるので、これもちょっとリンク貼っときますね、はい、ぜひチェックしてみてください。これはねマイクロフォーザーズユーザーぜひ使ってもらいたい、ぜひ使ってもらいたい、うん、はい、じゃあ次、はい、じゃあ次は僕はこちらかな。ミニ三脚、うん、はい、これはあの以前レビューしてるんですけど MT-03 レオフォトのもう必ず持ってます。あの何かあったら使えると思っててですね使ってますけど、小さい割にものすごく耐荷重が強く、ね、あって、しっかり Z7 とかもねホールドできるんですよね、うん、バッグに必ず入れてるもんね。で、何がいいかって、これ01とかも持ってますけど、やっぱりこういう風に変形地とかにもねあの置けるんです。例えばこう、うん、ちょっとこれカメラですけど、岩だったりとかしてもこういう風に置けたりとかですね、複雑な形で置けたりするので、これは言うほど重くないので、うん、結構持ち歩いてるな。あとは動画撮る時とかもこういう風にグリップとして使うこともできるし、あとはここの穴便利だよね。そうで、僕今もうスモールリグのねあのシューを1個つけてますけど、ここにモニターつけたりとかして使ったりとかして、うん、すごいカスタマイズができる。で、これと同じように、どうしてもねやっぱりミニ三脚なんで置けないところとかだと、こういったクランプ、そう、クランプ、これは MC80 かな。これだったらガードレールとかでも全然つけれちゃうんで、もうこういうので、あとはこういうテーブルに、そう、テーブルとかにはめて、ここのところにはこちらの運台をねくっつけて使ったりしますね、うん、なのであの三脚をやっぱりスナップ中とかは持ち歩かないので、基本的にねこういうのをまあカバンの中に入れといて、うん、よく使うことがね多いかな。なので、うん、この辺はレオフォトの LH25 の運台と MT-03 っていう足ですね。これ結構しっかりとホールドできるけど、うん、想像以上にね持ち運びしやすい重さなんですよね。結構大きいカメラ持ってる方でもいけます、これ。正直例えば D850 とか、うん、やろうと思えばね D5 とかでも関係ないかもしれない。もう強いんでね結構。あ、本当、うん、でもしっかりと噛んでくれるもんね。そう、なのでもちろんあの かましてねこうカメラつけてる時にあのストラップとか僕持ってますけどね、うん、念のため、うんうん、でも一回も落ちそうになったこともないですし、すごくね安全だと思います。なんかいろんなところでタイムラプスしたいなっていう人にもすごく便利かもしれない、うん、特にね動画撮る方とかにはね、うん、あのおすすめです。はい、じゃあホウさんもう一回行きましょう。はい、じゃあ次はね、はい、ちょっとね車系というか持ち運ぶ系にしようかな。これもねご紹介してるんですけど、イージーラッパー。あ、もう鉄板だね、うちだと。そう、これはねもう本当必ず持ち運んでる。100枚あってもいいわ、もう本当に100枚はありすぎだな、うん、何でも本当くるめる。例えばカメラもくるむことができるし、例えばこういったものもくるむことができるし、ね、形状に合わせて包むことができるので、私が一番使うのは M サイズ。M サイズ。M サイズがねちょうどいい。僕ね S。S。うん、小さなものが結構多いね、こういったアクセサリーとか。うん、あとはね。でも XL だっけね、一番大きいやつ。うんうん。あれはもう三脚くるんだりです、ジンバルくるんだりね。そうだね。ね、ジンバルとかカメラつけたまんま、うん、くるむことができるのって嬉しいよね。そのまま持ち運ぶこともできるし、うん、この間カンボジア行った時ももう全ての機材をイージーラッパーでくるんで、うん、全部トランクに入れた、バラバラで。それぐらい結構便利だった。あ、本当、うん、私はこれね、これジンバルも包める。
これ包める。あ、ちっちゃいバル。ちっちゃいジンバルはね、うん、これでも包めるから結構ね、あの使い勝手がよくって、あとはね、あの使ってない時は畳めるんですよね。なので撮影してる時はバッグの中にちょっと身軽に持ち運ぶこともできるので、これすごく便利。これ絶対持ち運ぶ。これはもう旅好きの人とかもね、おすすめですし、あとお土産ね、くるんだりしたり、ね、そうだね、瓶物とか確かにワインとかよく買ったりするから、ワインはね結構ねくるんで持って帰ってますけど、すごく合うんです。で、あれニコンとコラボのやつが防水なんだっけな。あ、これね実はニコンコラボのやつ。あ、これニコン、これ、あ、じゃあこれが水に強いやつかな。そう、これ防水タイプなので、雨降ってきた時にこれかぶせちゃえば、うん、とりあえず水は弾いてくれたりとかして、そうカメラも守れますし、意外と、あ、だからちょっとだけ硬いのかな。そう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 、うん、これはね、本当おすすめですね。あとレンズ交換の時も。あ、そうだね。そう、あの岩の上とかでやりたくないじゃないですか。なのでこれをもうこう置いてレンズ交換することができるわけですよね。なのでなんか奥に置けないって時あるじゃないですか。そういった時にもう これをクッション代わりに置いて使えばですね、すごい安全ですし傷つかない。うん、あの以前どこかのコメント欄に、うん、あのやっぱり置いてレンズ交換したいですよねみたいな書かれてて、あ、やっぱり便利だよね、そういう時。おっしゃる通りで、うん、あのレンズはあの横着して片手で持ったりして変えるのを、まあ、僕らしたりもするんですけど時間ない時は、うん、基本やっぱり地面に置いとけばそれ以上落ちることないので安全です。そう、カメラはね、地面に置くっていうのはやっぱ大事だよね。これ僕現場で習ったことなんですけど、とりあえず蹴っても壊れないんですよね、万が一蹴っても。でも落下させたらおしまいなので、もう基本置いて交換しなさいって、ね、うん、昔習いましたよね、映像の時は。なので、うん、そういった時もすごく便利なの で、ね、バッグには必ずこれを、ね、もう常備入れておくような感じです ね。これは非常にあのコスパはいいと思います、正直。あの機能からすればね。そうだね、うん、長く使えるし、あの 見た目は結構高いんですけどね、うん、あの物はいいです。じゃあ、はい、持ち運ぶ系そこにいっぱい用意してあるから、はい、僕はね、あの基本移動、まあ僕らね海外が一番多いですけど、あの海外とか行ったらリュックで行ってシンクタンクとかで行って、うん、その後現地で小さなバッグに移し替えるんですね。で、あの、まあ、ライカとか使う時は結構それに合わせて、うん、あのオーナーっていうね革バッグとかにかっこいいやつ入れてるんですけど、やっぱりあの Z とかで歩く時はやっぱり機能性重視なので、あの軽いものをねとにかく選んでます。よく使うのがこのアウトドアっていうブランド。これね便利だよね。これめちゃくちゃ便利ですね。一番使ってるかもしれない。うん、もうすぐ汚いなこれ。よく見た。これまだ1回しか使ってないから綺麗。これだってキューバにも行ってるし、パリにも行ってるし。ね、世界中行ってるよねこれね、うん。香港、カンボジア全部行ってるこれ。これ今からね使おうと思ってる。あの2470とか出たらね、あのあ2470、7200とか出たらこれに入れようと思ってる。アウトドア製品は実はね、これ後で紹介しようと思うんですけど、こんな風にね3つ持ってて安いんですよ。なので、ね、安い、ガシ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 使える、安心して。あの確かに言い方ちょっとあれですけど、まあ安っぽいですよこの辺とかね。そうだね、プラスチックだしね。でもね、だからこそ結構ガシガシ使っちゃうね。ガシガシ使える、安心して。そう、もうね、何がいいってやっぱ重量なんですよね。結局僕らは結構ちっちゃいカメラを最近選んでるんですけど、うん、何のためかって言ったら 1g でも軽い方がいいわけですね。そこでカメラバッグ重くしちゃうとね、やっぱりあんまり意味がないので。確かにすごい軽いよね。これ本当軽い、多分 200g ぐらいしかないんじゃないかな。これもこれと同じぐらい、それはないそれはないそれはない、それはない。でもねすごく便利で、これをじゃあどうやって使ってるかっていうと、もう撮影中にカメラしまうことってないので、基本的にレンズ入れですね、うん、なので予備のレンズを 1本2本とか入れて、僕あのそんなにレンズ持ち歩かないんですね。昔は本当バカみたいに、ね、持って歩いてたよね。そう、シンクタンクに全部もうレンズ7本ぐらい持ち運んで、レンズ7本ボディ何台って、これなんかプロだったらそうだろうみたいなね、あのイメージでずっとやってたけど、もうしょったら倒れてたよねこうやって。それぐらい持って歩いてたんですけど、結局重くて疲れて全然パフォーマンスを発揮できなくて、うん、やめたんですよね。なので今は本当1日1本2本ですね。でカメラも多くて2台ですね、うん、本当に。
焦ってなければね、仕事に追われてなければもう1台しか絶対持ち歩かないですし、うん、っていう時にこのアウトドアをね使ってます。はい、はい、これは本当便利、ね、そう私もねこれ使ってるんですけども、うん、言うようにね本当レンズ何本も入れたい時はこれを持ち運んでて、うん、次に私紹介したいのがこれなんですけど、もっとちっちゃい、そうもっとちっちゃい、これコッタっていうところが作ってるバッグなんですけど、これねこんなちっちゃくっておしゃれなんですけど、うん、ちゃんと保護されていて、これカメラバッグなんですよね。なのでもう例えばこれレンズ2本ついてるけど、この状態で持ち運んでもまだまだ全然入るぐらいのサイズ感、ね、結構6本ぐらいは入りそうだね。そうだね、このサイズだと6本ぐらい入っちゃう。フルサイズだと2本かな。そうだね、そうだね、そうだね、2本が限界だね、うん、ただ私もレンズはそんなにたくさん持ち運ばないので、うん、レンズ1本とお財布と例えば携帯っていう感じで、もう本当身軽にこれとカメラだけっていう感じで毎回スナップするようにしてます。またいずれちょっとスナップ理論でもやろうかなと思うんですけど、うん、荷物減らした方がいい写真っておかしいかな、まあ、パフォーマンスが良くなって結果写真撮ってるよね。そうだね、うん、あとこのバッグもこのバッグも共通して言えるのがこのね、ショルダー部分が取り外し可能なんですよ。なのでインナーバッグとしてこのまま使用することもできるので、このままリュックにポンと、ね、入れても全然構わないので、うん、ちっちゃなバッグってね、そういったいろんな使い方ができるので、うん、1個持ってると便利。で僕らはスナップの専門ですけど、うん、風景とか撮る方も結構山歩きとかしてるとリュックからね、リュックって便利なんですけどやっぱ速射性なくて一回下ろさないといけないからね、下ろしてこうやって出して入れ替えてまた背負って撮ってってなると面倒くさいと思うんですよね、うん、でやっぱり何度も繰り返すといつか落としたりもするわけですやっぱりね。そういったことにならないようにリュックにこれを、うん、リュック背負ったままこれ1個持っとけばね、よく使うやつはこう入れ替えてね使えばいいわけですからね。こういった小物のバッグはねおすすめです。はい、で安くて軽いのがね、はい、やっぱ無理せず高いの買う必要ないと思います、うん、はい、高いとねやっぱクッション性とかが良くなっちゃって結果重くなるこれ事実なので、確かに衝撃には弱いかもしれないんですけど、そこそこ守ってくれれば十分だと思うんでね。そうだよね、はい、常時自分の目の前で持ち運んでるわけだから強い衝撃が加わることって本当少ないと思うからね。でレンズ交換する時も便利で、うん、こういうふうに開けといてレンズこう入れといてレンズこう外したやつを入れてこっちからつけてっていうふうにできるんで、うん、これめちゃくちゃ便利だよね。そうだね、うん、横着しなくてよくなるんでね、おすすめです。2500円とかだよね、はい、これね多分、うん、2500円とか3000円ぐらいで確か買ったと思うので、あと色もこの色だけじゃなくって、うん、まあブラックがシンプルでいいなと思ってブラック選んだんですけど、ね、スポーティーなのもあるよね、うん、結構いろんなカラーもあるんでね、あったと思います、はい、僕らがね黒が多いのは、まあ、これ全然黒じゃないガラスに反射したりとかしちゃうのでね、基本的にこういった色を選ぶことが多いです。そうですね、はい、こんな感じですかね。はい、はい、じゃあ次は、父さんの番。じゃあちょっとまたねアウトドア続きになっちゃうんですけども、これがめちゃめちゃ便利で、これもアウトドアが作ってて、で高くないんですよ。マイクはちょっと当たってる。あ、マイク当たってる。高くない。いくら7000円ぐらい、7000円、8000円だったかな、8000円ぐらい、まあ、高くないかどうかは、ね、人によるかもしれないけど。そうだね、でもカメラリュックっていうと、まあ、リュックにすればね1万円とか2万円とか平気でするから、 それからするとかなり安価な方かな。やっぱり1万円以下っていうのは買いやすいですよね、うん、でこのリュックのいいところはさっきね上田が言ったようにリュックタイプのカメラバッグって1回下ろさないとレンズ交換とか他の機材を出したいっていうのができないんですけど、これはね取ったまんま取り外しができるんですよ。ここをねカポッと開けてこのまんまカメラを取り外ししたりレンズをこれで見えないねつけたりとかっていうことができるので、うん、すごく便利で、私は、こっちのね右側をボディとレンズっていう風に決めていて、でこっちの左側をこれ、ね、ディバイダーを自分の好きなように動かすことができるんですけど、こっちはねちょっと狭くしてるんですよ。おなのでレンズでこれがすごく便利で、落とさないようにするためにこういうふうにカポッてはめてあげれば、うん、開けた時にレンズがポロッと落ちない、ね、
これね、ディバイダー自分の好きなように動かすことができるんですけど、この付け方がいろいろ試したけど一番便利だなと思う、うん、ほぼ最近これだよ、ね、もうずっとこれで、上をね開けるとガマ口タイプなんですよ。なのでこんな風に一覧して全部見ることができるので、うん、まあ、お財布入れたりとか充電器入れたりとか、ポポポポここに入れたりとかして、パソコンもね入れようと思えば入るね。パソコンも入る。16インチの Mac が入ってるはず。そう入ってる、ね、うん、MacBook Pro が入ります、うん、なので確かにこれコスパはいいと思う。コスパいい、うん、でここに、私の使い方はここにねケーブル類を入れるようにしてる、うん、パソコンのケーブルとか あとはこういう充電器とか、充電器のケーブルとかまとめて入れとくと、傷ついたら嫌だなっていうものはこっちに入れて、傷つきそうだなと思うものはこっち側にするようにしてます、うん、これはかなりいいバッグだね。うん、なんかやっと出会った感じがする。すっごいこだわって探したからね。はい、値段じゃない、ね、そう値段じゃないんですよね、うん、高ければいいってわけじゃないと。でもやっぱりこれも安いからガシガシ使える、うん、そういったバッグがいいよね。だ ね、うん、あの結局僕らが使うと1年でクタクタになっちゃうんですよ、バッグって。なのですぐ買い替えないと。そうだね。ちょっとねやっぱ街とかをねクタクタなバッグで歩いてるとねちょっと良くないから、うん、ね、新調しやすいものの方がね、そうだ ね、 はい、はい、これすごい便利なんですよね。やっと紹介できた、これずっと紹介したいと思ってた、ね、そうこれずっとしたいって言ったけどこれ一本じゃ動画になんないから、ね、はい、じゃあ僕の方かな。じゃあちょっとだけ僕がスナップ動画でねよく使ってるのがバリアブル ND、 ND フィルターって皆さんご存知ですよね。あの、まあ、まだ、ね、初心者の方だったら何それっていう方もいるかもしれないですけど、うん、あの原稿フィルターっていうもので、僕はね使ってるのがあのカニの原稿フィルター ND バリアブル ND っていうので、ND2 から400っていうフィルターなんですね。で、あとはね、ND2 から64っていうのもね使ってますけど、これでね400分の1まで光を原稿できちゃうんですよ、うん、なのであの明るさに合わせてこの原稿を変えれるんで、すごい便利。これ回すところがあるんですけど、 そこを回していただくとこれ、ね、見てもらうと、ね、変わっていくんですけど、そう、こう回すと暗くなっていくのが、ね、分かると思うんですけど、うん、そうなのでこれ何に使ってるかというと、写真だと人をぶらしたり、ね、するときに使ったり、やっぱり昼間とかだとシャッタースピード落とせないんですよね。そういったときに ND フィルターがいるんですけど、やっぱり ND 何枚も持って歩くわけにはいかないので、これ1枚でカバーできちゃうんですよ、うん、であのやっぱりバリアブル ND って僕昔から買ってるんですけど、あの品質今めちゃくちゃ良くなってて、あのしかも手の届くところに来た感じ。これでいくらぐらい？これで1万円切ってるぐらいかな、1万円前後ぐらい。じゃあ随分安くなったね。でも前はね7万とかしてましたからね、バリアブル ND って、うん、なのでこれすごく便利。なのでこのカニのね ND は特にあの価格が結構抑えられてコスパのいいものなのでね、うん、もし興味あったらねやってみてください。これ動画撮る人にはかなりありがたいよね、うん、そう、あとはね動画の場合ねシャッタースピードを、うん、やっぱり動画もねフレームレートをかける 2倍分の1ぐらいを目安にしないといけないんで、必ず ND って必要なんですけど、これ1個あればね調整できちゃいますから ね、はい、まあ、ステップアップリングとかも使えば、うん、そうだね、いろんなレンズ対応するようになっていくと思うので、そうですね、まあ、1枚あのバリアブル ND としてはコスパはいいと言ったんですけど、やっぱりフィルター1枚としては結構高価なものなので、うん、あのステップアップリングっていうのを使って、あの要はレンズ径よりもちょっと大きめを買っとくんですね。そして、そのステップアップリングを使っていろんな径のレンズにつけるっていうことが、ね、できたりするので、そうステップアップリング自体は数百円で売ってるので、うん、はい、そうすると一つのフィルターでいろんなレンズを使うことができるのですごく便利。そうですね、うちいっぱいあるもんねステップアップリング。まあ僕は忘れていくから、ね、予備として同じものがね10本個ぐらいある本当に。ちょっと断捨離しちゃった。そう、あ本当、まあ、全然あの1個あればいいから。でもねこのバリアブル ND っていうね世界はまた改めてこれはあのいずれ動画作ろうかなと思ってますので、あの僕のお気に入りのフィルターでございます。はい、はい、あと便利なのがこれちょっともう写真用品でも何でもないか、あでもここら辺は写真用品かな。そうだね、これは
無印カメラが出している、無印良品、ね、あ、無印カメラってなんだ、無印良品が出している携帯用メガネ拭きっていうやつで、はい、80円か90円ぐらいで買える。これね台湾で買ったんだね。これ、あ、台湾で買ったの。そう、あの台湾でもね買える。これパリでも買える。そう、あの僕らが信用してるあのメガネ拭きで、メガネも拭きますけど、やっぱレンズを拭くわけですね。なのでこれがね、おすすめ。かなりコスパ高いですよね。コスパいい、本当に。だってこれで14枚入っている、何十円っていうので。で僕らこれを結構使い回すので、あの濡れない限り使ってますからね。うんうん、はい。なのでこれ1個で結構1週間ぐらい持つよね。テディがずっとここにいるんだ。ね、もそもそになってるわ。なのでこのメガネ拭きをですね結構使ってますね。であとはあのウェット系で言うとカメラレンズクイーンの、激落ちくん、これ結構いいし、僕らは今多分これ海外でしか売ってないんですよ。カールツアイスのね、メガネ拭き、ツアイスっていうだけでなんかね綺麗になってますね。これなんか信頼性がある感じがするね。でこれこういうのをね使ってまず拭いて、この最後携帯をメガネ拭きでね拭いてます。これがまあ結構鉄板だね。鉄板。この中で必ず持って 100% 持ってってるのはどれですか？これ。まさかの。だからこんなちっちゃいバッグにも必ずそれは入れてますね。車にも乗ってるし、1階にも2階にもあるよね。あとはほとんどのカメラバッグにはこれが常時入ってる。入ってます。もう僕らのこれ買い方、これだけ大人買いだよね。大人買い。あったら棚ごと。まあ、棚ごとはちょっと言い過ぎじゃない。これすごい並んでるから、まあでも棚ごとは言い過ぎで、10個単位で買って、いやいや3つぐらい、僕は結構バンって本当にあったら買って、3つぐらいずつ、うん、他の人もやっぱ買えなくなっちゃったらかわいそうだから3つぐらいずつ買うようにしてます。僕10個ぐらい買っちゃうそれでも800円だもんね。まあそうだね。そうこれはねすごくいいですね。はい、あとまだ2分もある。あ、本当だね。じゃあせっかくだから、そのピークデザイン、ピークデザインの最近ちょっと使い始めたバッグもねご紹介します。あの先ほどご紹介したアウトドアよりもちょっとというかかなり出来がいいですね、うん、なのでこれはあのメインバッグとして結構使っていることが多くて、マイクロフォーサーズとあと Z のワンセットを入れたりですねするときに使っています。これって防水なのかな、ちょっとここのファスナーのところが防水タイプ の、 あのウォータープルーフとは書いてなかったけど、どうなんだろう。でもかなり、そうだね、これね。ねえ。水ぶっかけてみようか。いや、それぶっかけるのはまずいだろうけど。でも、これやっぱデザインも良くて、結構そこそこ入るんで、うん、最近気に入って使ってます。オーナーの代わりみたいな感じで、特にあの南国とかで使ってる。持ってみていい？うん。あ、でも意外と軽いんだね、この大きさの割には。軽くて、値段もね、そんなに高くなかったかな。あ、でもディバイダーが結構使いやすそう。そう、ディバイダーがねこういう感じで、なので3、こうやってディバイダー動かすと 3本レンズは入るし、うん、あとはまあボディとレンズだったらボディとレンズ1本みたいな。でここがねまたバッテリーとかを細かく入れれたり、結構細かく入れれる。でこれがねエブリデイの、エブリデイスリングの5リットルっていうタイプ。これね、黒と悩んだんだけど、うん、ちょっと明るめにしようかなと思って。え、黒もかっこいいんじゃない。黒もかっこよかったんだけど、まあ黒ばっかりもなっていうこれはね、ただね、ガラスの前でめっちゃ反射した。あ、じゃあやっぱ黒がいいね、そういう時は、まあ、とはいえね、別にあの問題はないですよ。あのこの5リットルはね、すごく持ち運びもね、便利だし、最近ちょっと愛用し始めたんですね。あとは、これだ、紹介しなかったの。そうだね、L ブラケット。L ブラケット。L ブラケットってね、皆さん使われますかね。僕はね、結構風景とか撮るときは必ずつけてます。うん、っていうのも、あのミニ三脚をね使ったときに、うん、縦位置がね結構怖いんですよ。通常ね、皆さん縦にするときってこうやって、例えば自由運台だったらこうなるじゃないですか。ガーンとこけちゃうんで、でも L ブラケットつけてれば。こういう感じで、うん、ね、取り付けができます。はい。あ、終わった。
なのでね、縦位置つけるまたこれねご紹介しようかな。あの縦位置の写真が多い方はですね、この L ブラケットっていうのはね、ちょっと使うと軸がねずれなくていいんですよねって言おうとしたらなっちゃいました、うん、はい、時間配分ミス。はい、まあ、いろいろとこの30分間で語るっていうことをやっていこうかなと思いますので、はい、こんなこと語ってほしいとかっていうのがもしあればぜひコメント欄に書いてください。はい、またダラダラとやってしまいましたが、はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあテリー、はい。